どうも、こうちゃです。今日はコリドラスタブレットを買ってきました。実は今までコリドラスにあげてたやつってプレコのご飯でした。これ前オトシンクル使ってたんで、これをそのままやってました。果たしてこれ食べるのかな。あ、すごい、粒がめっちゃちっちゃい。こんなにちっちゃい。こんな。プレコのご飯はこんなに大きい。ピントが来ない。プレコのご飯がこっち、こっちが専用コリタブ。食べるかな。何個ぐらいあげればいいのかな。エビもいるんで3つぐらいでいいかな。水槽の場所を変えたら映り込みが結構厳しくなっちゃいました。さあ来るか。エビが来てる。さあ来るか、来るのか。エビですね。エビがつまつましてますね。おピント、ピントさん。あ、来た。あ、来てる。来るの早かった。食べてます。寂しいね。あれ、どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。パンダチンどっか行きました。パンダチン消えましたね。エビの飯になってます。パンダちゃんが来るまでちょっと待ちます。エビのご飯になっちゃってます。オトシンとプレコだと植物質で、コリドラスだと動物質なんですね。全然違うじゃん。よくこんな大きくなったな、うちのパンダ。だっけ、赤虫あげてたから大丈夫だったのかな。メダカが食べちゃってるけど。パンダッチはパンダッチどこ行っちゃったの。完全にエビの餌ですね、これじゃ。あ、すごい溶けてる。お、来たぞ。来ました、主役が。食べてない。
れ、そっち行っちゃうの。なかなか来ないですね。あれ食べてんのかな、3つのうちの1個を食べてんのかな。食べてるっぽい。お前も食べんさい。あ、もうちょい、もうちょい前、もうちょい、もうちょい、下下下下下下、ついてった。気がつかなかった。メダカがね、めっちゃ食べてる。食べてますね。エビと仲良く。2粒ぐらいでいいのかな。意外と大きくなる。ふやけて結構大きくなりますね。ズザー。恐竜さんのコリドラス、光クレストコリドラスでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。